突然ですが今私はどこにいるでしょうか。鳥取砂丘湖南空港内にあります鳥取県消防防災航空センターというところにやってきたんですよ。今日は特別に許可をいただいてお邪魔しています。なぜ来たかと言いますと、こちらヘリコプター、そう防災ヘリの大船というものをご紹介しました。今日は一緒にご紹介してくださった隊長の石尾さんです。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。これすごく大きなヘリコプターですね。そうですね、全長は16メートルぐらいになりますかね。16メートル。これちょっと中、はい、覗いてもいいですか。はい、なかなか皆さん見られないですよこれ。開きました。これ中入ってもいいですか。どうぞ。あ、じゃあせっかくですのでちょっとカメラさんも一緒にね。さあ中入りましたけれども、結構なスペースがありますね。そうですね、これ大体何人ぐらい。全部で17名乗ることができます。17名入れる、はい、ということなんですね。でさらにはこういったあのシートベルトのようなものですね。はい、ロープを使ってこれで体を固定する、はい、そうです。その他にもあの中には実際にあの救急車に乗っているような装置も入っているんですね。そうです、あの地上の、ね、消防隊と同じような活動ができるように救急車にもなりますし、はい、救助の車にもなりますし、あの火事を消したりだとかね、消火活動にもあの活躍できるように装備されています。大体皆さんは365日のうちどれぐらい出動されているんですか。そうですね、年間100件以上のあの緊急運行がありますので、それに対応できるようにあの現場を想定して今日のような訓練を行っています。あの実際にこう上空に止まって、だいたい地上から30メートルとおっしゃってましたね、はい、そこからの降下訓練も、はい、まあ、だいたい毎日ですかね。そうですね、週に3回とかできるときにはやってます。皆さんこうやって日々、有事に備えて訓練をされているということで、私たちも安心安全に暮らせるわけですね。いやそれにしてもこれなかなか貴重な体験今日はさせていただきました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。